はいどうもどうもこんにちは。どうもこんにちは。社長はメロンパンがお好き。星お前遅刻したんじゃんかお前。そこにはいたんですけど。さあ始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや今日はちょっと東京は雨が降ってるんですけれども、もう降水確率は高いんですが、湿気が 100% になってた。そうだったんですか？俺泳いできたかな。可憐な泳ぎだったでしょうね。当たり前やね。さあ、最近子供たちは夏休みがね今入ってますけれども、星野子供自分の時のその小学校夏休みなんか思い出あるの？夏休みはサッカーを毎日やってましたね。サッカーはいサッカー本当好きで習いにも行ってたし遊びでもサッカーを毎日やってました。ちょっとお前ケチミやお前ケチミやオリアそんなの誰でもできないお前オリアってポジションはどこやったの？ポジションは小学校の時は攻めでしたね。攻め？はい点取る係でした。点取る係。日本代表でいうと誰になるわけ？日本代表でいうと岡崎選手とかそういう感じです。お前ちょっと岡崎の顔似てるしちょっと似とっちゃうか。ありがとうございます。ただ笑うとこやからね。ちょっと笑うと思うていいからね。よろしくお願いします。これで川村はどんなお前夏休みを？そうですね。私も剣道やってたんで剣道の合宿とか。剣道やってた。そうなんです。あとは泳げないんでプールの歩行に毎年行ってました。お前静岡出身やの？泳がないの？海近いのに泳げないっていう。高校3年まで行ってましたよ。行ってたね。夏休み俺もみんなやってる宿題やってる？ちゃんとやってるかい？やってるのかな？宿題。ゆうたちやってるかい？やってるかい？俺はもう宿題ね、全然やってない。あらあら、31日ぐらいにこうやる。そうそう。100字ノートのとこにね、111で書いてね、先生に持っていった。1しか書いてない。小学いい加減しようみたいな。今日は川村里奈特集。私ね。よろしくお願いします。待っててよ。はいどうもこんにちは。どうもありがとうございます。さあ今日はねゲストにね川村里奈さんをお迎えしました。よろしくお願いします。お願いします。いやどうもどうもいやどうもどうも何を言ったんだお前。もともとはねレギュラーなんですけどねいつもこの番組レギュラーなんですけども抜いていただいてる。そうやね。今日はもうあんたメインですからね。メインはい今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はもう川村里奈特集ということで頑張りますんでね。はいよろしくお願いします。お願いします。 BGM は多分君のそばでをね流してくれていますよ。あなたのこの子のデビュー曲です。はいデビューありがとうございます。ちょっと番組ねご覧の方のためにプロフィールをちょっと星君に呼んでいただきましょうかね。お願いします。はいお願いします。はい歌うたい所属アーティスト川村里奈さん、静岡県焼津市出身の B 型剣道2段猫が大好きです。現在は都内ライブハウスやイベント会場にてステージパフォーマンス活動をしロックポップス、そして最近はアコースティックなステージ演出にもチャレンジしております。デビュー曲は2012年リリースの歌うたいコンピレーションアルバム「絆」の中に収録されている「君のそばで」、作詞は川村里奈さんが担当しております。大好きな自身の飼う猫のために歌った愛の歌。なるほど、はい、いつまでも君のそばにいるよということですね。はい、お前ええプロフィールやなお前。ありがとうございます。はい。さあ川村さん。はい。いろいろちょっと今日はねご覧の方に川村さんをフィーチャーしていきますので。まあありがとうございます。まずね、はい。川村さん、川村里奈さんがね、はい。歌手。ね。はい。目指すそのきっかけみたいなところをまずお聞きしたいんです。歌手を目指すきっかけ。はい。はい。まあ大体。そうですね、幼稚園の頃からなんですけど、めっちゃ遡るんですけど、よく幼稚園って迎えのバスとか来るじゃないですか。で帰りとか行きとかのバスでずっと私歌ってるんですよ。もうアホやがな。で小学校中学校の歩いて40分ぐらいだったんですけど、学校まで、そこもずっと歌って行って歌って帰ってきてるんですね。アホやから。2回目。ありがとうございます。そのぐらい歌がまあとりあえず好きだったんですね。とにかく。はい。でまあ中学校の時に声楽やらないみたいな感じで担任の先生に言われて、おやりたいと思って、そこからちょっと声楽をかじったんですけど、まあちょっと紆余曲折がございまして、一回ちょっとやめちゃったんですね。はい。それから社会人4年間やったんですけど、その間ずっとなんか違うなぁと思って、なんかこう歯車が合わないなって思って、そこからやっぱり自分は音楽がやりたいんじゃないかって思ったんですね。はい、やっぱり音楽やわし音楽やってなったんです女の子やねん。はい、ってなってまあ会社の方にも後押ししてもらって、音楽を目指すことができたんです。はい、なるほど。まあそこはきっかけ。じゃあもうちっちゃい時からもうそうですね。アホみたいに歌っとったんや。アホみたいにずっと歌ってて、学校の廊下とかでもずっと歌いながら歩いてて、先生とかにまたりなちゃん今日も歌ってたねって言われるんです。そんなに歌ってずっと歌ってたんです。その頃言うたら何を歌ってたの？その頃はもう合唱曲とかを歌ってました。よくなんですか、音楽の時間に教えてもらった曲とかを、例えばなんか覚えてる？なんだろうな、なんかモルダウとかそうですね。あとはなんかこうチコタンとか。チコタンって何ですか？チコタンは死んだんや。あ、すごい笑ってる。チコタンめっちゃウケたな今。チコタン知ってる？悲しいやなあれ、歌な。そうなんですね。俺小学校の時合唱コンクールで歌ったかなあれ。知ってるか？いや初めて聞きました。私も知らないです。はい。まだなんか戦争の曲とかをよく歌ってました。戦争の歌。軍歌とか歌うと。なんかこう戦争を題にした歌とかを歌ってました。なるほど。はい。これでね。はいはい。そんなこう幼少時期からまあ声楽もやりいろいろこうやり出してね。はい。いつからこう具体的にこの歌手活動し始めたの？具体的に歌手活動したのは4年前ですね。4年ぐらい前から。静岡でボイストレーニングを社会人やりながらちょっと1年間ボイストレーニングに通ってたんですね。なるほど。でそこのボイトレの先生がちょっとオーディションを受けてみないかってことで、西岡直人音楽事務所の俺かそうですよ俺社長メロンパン社長の門をコンコンどうもって叩いていらっしゃいっていう風にそんな感じになったわけでございます。俺ら来た覚えとんだあれな。はい。先生な、隅先生な、そうです。先生や。はい。先生と12月の寒い時期にね、多分ねお前来てうちの事務所来てくれたのよ。ほうほう。これでね、俺覚えてるけどね、この子ね初めて会ってよろしくお願いしますって言うやんか。一回も目合わへんねん俺と今から歌ね俺聞いてねオーディションや言うのにね一回も俺と目合わへんねん俺がよろしくお願いしますってね言うてんのに一回も目合わへんねんで話しかけてんねんで何回もそうなんですよずっとね無視こいつ大物になるわそうなんですよねそうやねお前すごいなーと俺思ったあれ無視してましたなさやけど歌はさやけどよかったんや。いやいや、ありがとうございます。このデモテープ聞いてて、この子はようさんデモテープ来た中でこの子の声はちゃうなって。彩香が誰かの歌、あ、鬼塚千尋さん、鬼塚千尋さんですね。俺聞いてな、星も聞いたんかな、その時。その時は聞いてないんですけど、ただその現場には自分もいました。お前おった？はい。実は記憶ないわ。あれそうやね。ほんで歌聞いて、よしこれはもう絶対ええぞと言うて、俺角先生にな、もうぜひ上京してください言うて話になって、はい、そうなんですよね。そっからやな。そっからです。なんで4年前ぐらいですね。はい、4年。顔が緊張してな、帽子かぶってるから面白いで、ここで見てたら面白いで。どうも。なるほど。ほんで今最近、昨日もそうやったけど、東京湾納涼船とかね、最近いろんなイベントに出て、昨日も1000人ぐらいの前で踊ってんね。はい、もう素晴らしいイベントやね。また行ったってな、浴衣着てね、ビールとか飲み放題で最高やがな。俺ももうベロベロやんかな。大丈夫？大丈夫？俺一滴も飲んでないけどね。はい。ね、出てもらって。はい、そうですね。これでね。はい。これからの目標よ。これからの目標。はい。川村さんの。そうですね。私の目標。こんなにファンが来ておるわけやから。ありがとうございます。はい。そう。ありがとうございます。そうですね。一応新曲を出そうと思っておりまして。はい。出そう。ありがとうございます。おお、お前もすごい。嬉しい、ありがとうございます。みんな肯定よ。ありがとうございます。応援してくれてみんな。はい。でそこからまあワンマンライブとか。お、ワンマンライブ。はい、できる歌手になります。おお。それは大事なことやね。はい。なあ。そのイベントやりたいな。そうですね。まずね。川村ね、どんな曲作りたいの？どんな曲、まあそうですね、まあ、今聴いていただいているのが今バラード曲なんですけど、次はアップテンポのちょっとロック系の。誰が好きやねん、ロックの。ロックだとバンプ・オブ・チキンさんとか、アジアン・カンフー・ジェネレーションとかが好きです。ああいうもうイケイケのノリノリの曲作ろう。そうですね。お前詩書けよ、お前。書けます。すごく書きます。はい。真面目にやったらあかんで、面白いねんから。はい。あの感じでいかないと。あの感じ、はい、あの感じですね。はい。なんかタイトルとか募集しようか。おお。なんと。一般募集、みんな友達が一緒に歌ったらええねん。ぜひ出してください。お願いします。お願いします。なあ。はい。星寄ってるか、番組に。はい。声聞こえへんけども。はい。星はどんな歌がいいと思う？川村さん、やっぱりロックのノリノリの曲がいいかなと思います。はい。ええよな。はい。今度はね、8月23日に歌いライブ出てくれるやんか。はい。高円寺のショーボートさんで。はい。その時はノリノリやんな。ノリノリですね。もう3曲ともノリ。うん。ノリノリです。よし。この後、じゃあまずオリジナルいくで。待ってて。わー。ありがとうございます。月の明かりを見ていたら、あの頃を思い出した。バカなバカな女だけど、あなたのことは本気だった。愛しているから生まれる前から、ギターを弾いて夢を語るあなたに幸せもらえた。愛しさは祈るようにこの街で暮らし、泣いて泣いて泣いてばかりだったけど、いつまでも寄り添って流れていたい。誰よりも素敵な人、知り合った頃には大きな夢物語描いてた。やがて夢は次第に嘆きやと歪める。愛しているから、あなたのこの歌聞かせてお願い。振り向かないで歩いてください。どこまでも行ける、必ず夢を掴んでね。掴んでね。を祈るようにこの街で暮らし、泣いて泣いて泣いてばかりだったけど、いつまでも寄り添って流れていたい。誰よりも誰よりも素敵な人、人、ありがとうございます。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。手拍子ありがとうございます。手拍子ありがとうございます。皆さんどうも。やはやでございます。はい。どうやった？なんか初めちょっと緊張してたんですけど、なんか皆さんこうやって手拍子して盛り上げてくださるんで、途中からもなんかウォーみたいな。うわーいってなってますはい、これ見て、これ二階堂さん、これちょっと抜いたって。これ昨日ね、納涼船に行ってたんですけどね。はい、このライブ、はい、昨日も盛り上がったな。そうですね、もう皆さんこう、うわってやってくれいただいて、はい。おいで、こんな感じで歌ってたのよ。そうなんです。このステージがこうなってて、あ、もはい、ちょっとこっち、ちょっと俺日本しかないわって、あこにいっぱいおんねん、お客さん。すごいね、これ手広げて、お控えなすってみたいな感じなんですよ。お控えなすって。おいでな。はい。こちらですね。これ面白いよ。これはこれな。リハーサルですね。これリハーサルでな、これこんなんしてな。はって書いてます。面白いよ。二階堂君面白いよ、これ。こんなこういうライブやってるわけやね。そうなんです。なあ。はい。やらせていただきました。はい。声がいいね。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。いや。河村のお姉さんも確か声優やられてる方で声がいいよね。はい。うん、なんかいろんな声で喋ってきます。いろんな声で喋ってきます。もうお姉ちゃんはもうな、もうバリバリ仕事やってはる人やからな。はい。あれやけど見習ってどんどん行かなきゃいけないよな。はい。頑張っていかなきゃ。頑張ります。はい。さあ、ちょっと質問がな。じゃあ星もちょっとこっち来てな。はい。お邪魔します。質問ちょっとね、はい、あんだけど日頃聞いてへんことやけど、まあこれは知ってるかな。なんか猫があんた好きなんやな。あ、猫大好きです。はい。猫が。はい。俺は犬派やねん。あ、社長は犬好きですよね。そうそう。番組でいらっしゃる方もまあ犬派やとか猫派やいろいろあると思う。そうです。トンボ派やとかね。な。ありがとうございます。トンボ派はまあいいけど。はい。猫、お前どういうとこが猫好きなんですか。猫は自由奔放というか、なんかこう。甘えさせてくれるときは甘えさせてくれるんですけど、なんか気が向かないともうそっぽを向くんで、この野郎ってなるんです。この野郎ってなる。どんな、なんていう猫なの、名前は。そうなんです。黒猫ヤマトで拾ったんですよ。黒猫ヤマトで拾った。黒猫を黒猫ヤマトで拾ったんです。なので名前はまあヤマト。そりゃそうやわな。そういうことです。ペリカン B でつけられるもんな。ペリカン B はちょっとはい長いですね。そうやな。まあ長いもんな。おいペリカン B って呼ばれるもん。ペリとかなっちゃう。ペリな。そのヤマト？はいヤマト。ヤマトはどんな可愛いんかいな。めちゃくちゃ可愛いです。甘えん坊で猫なんですけど、まあめっちゃ甘えん坊なんですよ。気が向いた時だけ。はい。でこうやって手を広げて猫。抱っこってやってくるんです。抱っこして、抱っこしてって。そんな猫って甘えてくんの？その子たち、その子、まあ人間と一緒で個人個人やっぱ性格違うんですけど、うちのヤマトはすごいですね。今まで飼ってきた猫の中で一番甘えん坊じゃないかなって思います。飼い主に似るんちゃうか？あんた困る。そういうとこ出してこいよ、面白いから。ねえ、お姉ちゃんももう気にしてはるが、もうすごい座り方や。マダムみたいな感じだった。なあ、ほらあと星はなんかあんの、なんか質問。質問ですか。はい。台本読んでないやろ。あるんですよ。一番今行きたいとこはどこかなっていう質問をさせていただいてもいいですか。一番行きたいところ、まあ結局初めオペラが好きだったんですよ。オペラが結局じゃない好きだったんですけど、オペラが好きなんです。なので中学校の頃からイタリアに行きたくて、なるほどね。そうなんです。本場のオペラを見たくてしょうがないんです。そうです。はい。ってやつです。はい。もう元気出さないね。おいで。で、そうなんでイタリアに行きたくて、はい。まずは。はい。まずはイタリアです。なるほど。俺聞いて。あ、社長はどこの国に行きたいんですか？やっぱりパリかな。パリ。社長。パリやな。パリジェンヌ。やっぱりフランスパンやんか。メロンパンだけにな。わあ。ごめんね。いやー、ありがとうね、本当にありがとうございます。もうもっと聞きたいわ、河村の話。ほんでさっきの途中になっちゃったけど、そのイタリアは他なんで行きたいの？イタリアに関しては水の都ベネツィアを見たい、街の景観を見たい、オペラを見たい、あ、イタリア人に触れたい。触れたい。わからん。それ触れたらあかんのちゃんか。間違えちゃった。はい。ちなみにちょっと待って。ちなみにちょっと星はお前どこ行きたいの？どこ行きたい？もう今海外どこ行くでしょ？どこ行きたい？あ、海外あんま考えたことなかったんですけど、どこだろう。スペインとかですかね。スペイン。はい。だ、やっぱりサッカーの。そうですね。はい。ああ。サッカーもやっぱり。はい。あれなんやろな、スペインってなんでやろな、サッカーやっぱりあれ発祥の地か。発祥ではないですけど、やっぱ盛んですね、すごく強いもんな、ものすごい強いし、やっぱ有名な選手もいっぱいいますし。そうですね、スペイン情熱やで。はい、さあ、はいはい、ほなこれちょっと読んでくれる？これ次回放送ですね。次回放送は生放送でもちろんお送りいたします。9月11日木曜日8時、夜の8時ですね、8時から8時30分の生放送で、はい、お楽しみにしてください。河村はって言っちゃった。社長台本読んじゃいました。河村はって言っちゃった。この日はね 9.11 やな。ああ、そうですね。なさ、俺な一曲歌おうかな思うとんね。俺も歌お前見とけよ番組。でこの日はねちょっとアシスタントがね河村お休みやね。これでねうちの事務所のね愛花がねちょっと勉強に見に来とんねんけど、愛花がねよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お前家で見とけよ、俺歌うからな。はい、わかりました。はい。見させていただきます。なんか言うことあと8月のこととか言うことがあったら。そうですね。8月23日に高円寺のショーボットで歌うたいライブが開催されます。うちの事務所のですねアーティストが出演されして、はい、そうです。12時からお昼の12時からやるのでぜひ来てください。おもろいで、そうやね。ほんでイラストをね。イラストレーター、僕の知り合いのイラストレーターやろ。そうですよね。これで日本女性支援協会の代表の人とかもゲストで来てくれる。はい。これであと埼玉観光大使。そうですね。ゲストで。はい。ほな今日はこんなところで。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございます。